どうも、アーサーです。今回はウクライナの民話、貧乏小人からそこに込められたメッセージを考えるとともに、そこから連想づけて、ウクライナという土地にある歴史と感性と価値観を感じ、親近感を持っていただき、今起きている出来事に対しても何かしらの思いを馳せる材料の一つにしていただければと思います。なんともコミカルなタイトル、貧乏小人ですが、日本では内田理沙子夫妻は、太田大八絵の絵本が有名です。まずはこのお話のざっくりなあらすじですが、ある村のお百姓さんはとっても働き者で、朝から晩までせっせと身を粉にして働き続けていましたが、村一番の貧乏で家族にパンを食べさせられない日もありました。そんなお百姓さんでしたが、ある日大きなパンとベーコンを手に入れることができ、嬉しくなってバイオリンを弾き始めます。お百姓さんは村でも評判のバイオリン弾きだったので、その音色は素晴らしく、彼の家族は曲に合わせて踊り出しました。すると部屋の隅の方で小さな小さな小人たちも踊っています。楽しげな雰囲気に姿を現した小人たちは貧乏小人という小人で、ずっとお百姓さんの家に住んでいたのでした。お百姓さんがどんなに頑張っても貧乏だったのは、この貧乏小人のせいでした。そこでお百姓さんは貧乏小人にもっと広いところに移してやろうと言うと、貧乏小人を袋に詰めて村外れの水車小屋に閉じ込めてしまいます。それ以来お百姓さんの暮らしはみるみる良くなっていき、小麦、キャベツ、じゃがいももよく育ち、鶏にアヒル、牛、豚も飼えるようになったので、隣に住んでいた村一番のお金持ちはとてもとても気分が悪くなりました。不愉快な気持ちをどうにかしたいお金持ちは、お百姓さんに急に裕福になった理由を尋ねて、貧乏小人の話を聞き出すと、貧乏小人の入った袋を開けて、すぐにお百姓さんの家へ戻るように貧乏小人たちに命令したのですが、貧乏小人は自分たちを追い出して閉じ込めるようなお百姓さんの家になど戻りたくなかったので、お金持ちに助けてくれたあなたの家に行きたいと言い出します。すると貧乏小人たちはお金持ちにへばりついたまま離れず、それ以降お隣のお金持ちはみるみる貧乏になって一文無しになってしまったとさ、といった具合なのですが、日本にも取り憑いた人間やその家族を貧乏にする貧乏神の話は各地の昔話なんかに見られて、江戸時代の奇談集、都営小説はこのウクライナの民話、貧乏小人に結構似たお話です。いつの時代でもどんなところにも社会構造がゆえに一生懸命に働いても貧乏になる人は発生しますし、ちょっと表現が難しい部分ですが、少しはっきり言いすぎれば、そのように苦労していた層の人ほどその社会構造がゆえの部分を理解していないことが多く、それなだけに頑張っても貧乏な理由を何か超自然的なものに求めた結果、こうした貧乏神の類は誕生したのでしょう。とはいえ、一生懸命に働いた人がちゃんと報われますようにと願う気持ちは万国共通なだけに、真面目なお百姓さんが機転を利かせて人生を逆転するストーリーは民話として王道とも言えるでしょう。このお話の分かりやすい教訓は、人の成功や幸せを喜べないなら、せめて無関心でいよう。嫉妬心から他人を攻撃する人間には必ず悲惨な結末が待っていますよ、といったところだと思いますが、嫉妬心自体は誰の心にも潜んでいるものではあります。ただ、それが作用して自身が向上するのではなく、他者を落として自分の立ち位置が下位にならないようにするという行為は、人間の最も醜い行動かもしれません。結局、無敵の人とかも広範囲にこうした心理が働いた結果とも言えます。こういった他人を欺くような人は結局は貧乏になっていくというお話に触れることで、子供の心の中にわざわざ教えなくても道徳心が育っていくことでしょうし、そういった意味で子供に伝わりやすいメッセージ性を持っている貧乏小人は秀逸なお話な気がいたします。また貧乏小人にとっては、人間の世界で良い人なお百姓さんは自分たちを追い出した悪い人であって、
嫉妬深くて強欲な金持ちが自分たちを助けてくれた良い人だというちぐはぐさがコミカルでシャレが効いていて面白いですよね。ここには素晴らしい人間もある人にとっては仇であり、試みにくい人間もある人にとっては友人であり、そんな当たり前だけど忘れがちなことを気づかされるものでもあります。そしてお百姓さんがバイオリンを弾くと、子供たちだけではなく貧乏こびとまでが楽しくなって釣られて姿を現し、一緒に踊り出す場面がまたこのお話のコミカルさを強調していますよね。楽しくて出てきちゃうんだって、なんだか陽気なバイオリンの音が頭の中に響いてきますよね。さて、ウクライナでバイオリン弾きというと、ショーレム・アレイヘムの短編小説牛乳屋テビエを原作とするミュージカル屋根の上のバイオリン弾きを思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。屋根の上のバイオリン弾きの舞台となったのはウクライナのシュテットルとされていて、シュテットルとはユダヤ人コミュニティを指すのですが、原作者のショーレム・アレイヘムは1859年にキエフ郊外で生まれたユダヤ人で、キエフとオデッサでジャーナリストとして活躍した後にアメリカに渡りました。そしてウクライナのシュテットルとして有名な都市ウーマニは、今から300年くらい前、ポーランドの貴族フランチシェク・サレズィ・ポトツキ伯爵の領地だったのですが、当時ポトツキ伯爵の他の領地で反乱が続いていたため、農民や職人がウーマニへと移住させられ、1760年頃にはユダヤ教の教会シナゴーグも開かれ、そこから紆余曲折はありますが、1800年代にはウーマニはユダヤ人共同体の中心地となり、ウクライナには多くのユダヤ人がいました。そして黒海沿岸のウクライナからロシアにかけて、ロシア正教の信奉者が多いのですが、このロシア正教の儀式では教会には付き物であるオルガンも含めて一切楽器が使われず、ロシアの合唱が有名なのはこの辺りにも起源があると言われているのですが、ロシア正教の信奉者が楽器を使わないのであれば、ウクライナ民は貧乏こびとでバイオリンを弾くお百姓さんもまたユダヤ人なのかなと思ったりします。民話と歴史を関連づけてこうしたことを想像するのも面白いですよね。ただそんなウクライナのユダヤ人ですが、第二次大戦におけるドイツの占領によってコミュニティは破壊されてしまいました。そして戦後徐々にウクライナに戻ってきて、現在では約1万人ほどのユダヤ人が住んでいるそうです。いかがだったでしょうか。同じ物語でも聞き手によって、また受け取るタイミングによって、そこにあるメッセージは変わると思いますし、それぞれが正解なのだと思います。そして元々は悲しい物語だとしても、今この瞬間が作り出す歴史の結果によっては、その物語の意味もポジティブな希望を表現するものに変わるかもしれません。そうして夢のあるファンタジーが増えていくことを願ってやみません。そういったわけで、今後このチャンネルで取り扱ってほしいテーマなどありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。それでは、アーサーでした。Thank you.